なんでドバイなのかなっていう。日本で例えば会社やるって、僕 IT なんですけど、半分ぐらい税金持ってかれるじゃないですか。いや、本当やばいじゃないですか、あの税金で。じゃあ例えばですよ、10億ぐらい稼いだとしたら、もうめっちゃ簡単に消費税もお客様から預かったお金を払うって考えたら、半分なくなっちゃう。5億円残るじゃないですか、10億円やったら、はいはい、5億円残って、じゃあ例えば先生だったら、はい、この5億円でしか店舗展開って基本的にはできないじゃないですか、はい、10億円儲かったからって10億円店舗展開したら資産、店舗資産になっちゃうから、10億円に対しての税金かかってきちゃうじゃないですか、はい、だからキャッシュフローが回らないですよね。回らない。だから10億円あっても5億円しかできないですよ、投資が。で、じゃあ5億円をずっと同じ事業しかやらないんじゃなくて、会社売ったりするじゃないですか。そこから 20% のキャピタルゲイン税、まあ譲渡課税がかかって4億円残るじゃないですか。じゃあ子供に残したいと、息子さんいますよね、はい、子供に残したいって払ったら相続で 50% じゃないですか。だから日本の税金ってそもそもで 30% とか 40% じゃなくて 80% なんですよ。それを考えたら、いや、ここでやるんだったらドバイでやったら5倍、だからドバイって無税なんて、うん、5倍頑張んなくても日本と同じ結果が残せるんだよ。普通にやれば残せるってことですね。そうです、そうです、普通で。そうです、勝てなくても普通で、普通で利益が出る。そうなんです。竹花公式で本チャンネル、インスタ、TikTok でも毎日豆知識配信。